皆さん、こんにちは。日本人離れしたスタイルで一世を風靡した歌手の山本リンダさん。若い頃から歌手として活躍し、狙い撃ちや困っちゃうななどセクシーな衣装で個性的な魅力と美貌で人気を博していましたよね。そんな山本リンダさんの現在が顔面崩壊と話題になっているようです。若い時が美しすぎたからこそ美への執着がすごいのか、現在の整形依存疑惑も納得の顔面崩壊と言われています。それでは今回は山本リンダさんの顔面崩壊や結婚、子供、壮絶な生い立ち、現在の様子、創価学会との関わりなどについて紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずは山本リンダさんのプロフィールからご紹介します。本名山本敦子、生年月日1951年3月4日、出身地福岡県、職業歌手、活動期間1966年から。そんな山本リンダさんは顔面崩壊で話題となっています。実際美容整形にさほど興味のないレベルの人でも、ひとたび山本リンダさんを見たら気がつくだろう。顔の違和感は尋常ではないレベルの顔面崩壊っぷりと言えます。見事にボコボコになったあのお顔と目元の引きつり具合は、一体何という手術をしたらあのように仕上がるのか本気で知りたいレベルです。若い頃のルックスが美しいだけに違和感がとても感じられます。芸能人であるがゆえの何等かの若さに対する具体的処方を美容医療で受けたであろうことは明らかですが、その手術はとても素人目に見て成功したとは思えないレベルでした。この意見はおそらく近年の山本リンダさんをテレビで見た人の大半は感じたであろう事実です。おそらくは満場一致な意見こそこのヤフー検索の上位におぞましくも顔面崩壊の文字として浮上してしまったというのが現実に起きた悲劇なのでしょう。目元の引きつりも凝視できないレベルの引きつり状態ですが、お肌のボコボコは一体何をしてあの仕上がりになるのか、それとも何かしらやりすぎて打ちすぎてデコボコになってしまったのか、ちょっとサイボーグっぽい感じもあって顔面崩壊につながってるような気もしますよね。整形しすぎで顔が変形っていう感じなんでしょうが、やっぱり自然な年の取り方とは明らかに違いますね。これらのことから整形依存なのではないかと言われてしまっているようですね。いつまでも美しくありたい、綺麗な自分を見せたいという気持ちの表れだと思いますし、そこは強いプロ意識があるのかなと思いますね。山本リンダさんの若い時はのハーフ美人でした。実際父親がアメリカ人で母親が日本人のハーフなので、ガチのハーフ美人でした。父親マイクさんは米軍兵士でしたが、山本リンダさんが1歳になる前に朝鮮動乱で亡くなってしまっていました。そのため母親であるゆり子さんが女手一つで山本リンダさんを育てることになったのです。そこで母親は山本リンダさんのために懸命に働きますが、生活はとても苦しく、また山本リンダさんがハーフであるがゆえにいじめに遭い、いろいろと苦労したそうです。それは目立つこと間違いなしのこの美貌です。何しても人一倍目立つことは間違いないでしょうね。それにしても残酷なことですよね。母親は日本人ですが、父親はアメリカ人の山本リンダさん。日本で生まれたので日本国籍と思いますよね。ですが父親がアメリカ人の場合、子供が生まれる前に父親が10年以上アメリカで生活していればアメリカ国籍を取得できる可能性があるんです。そのため山本リンダさんも希望すればアメリカ国籍になれる可能性がありました。ハーフというだけでいじめられた山本リンダさん、辛い経験をしたことで日本に嫌気がさしてアメリカ国籍を選んでも不思議ではありません。ですが山本リンダさんの国籍はアメリカではなく日本、きっと母親が日本人だから日本国籍を選んだのでしょう。そんな山本リンダさんを慰めてくれたのは母親だったそうで、母子は仲が良かったのが分かりますね。母親がよく作ってくれたというお好み焼きが今も心に強く残っているそうです。そんな山本リンダさんですが、母親を楽にさせたいという思いからモデルのオーディションに応募、
きっと母親は山本リンダさんが芸能界で成功し人気者となったことを誰よりも喜んでくれたことでしょうね。1962年に雑誌草園のモデルオーディションを受験したことをきっかけに人気モデルとして活動しています。そして当時では珍しい海外撮影も多くこなしたといいます。歌手への夢も諦めきれなかった山本リンダさんはモデル業と並行して歌のレッスンにも通い、1966年の15歳の時に遠藤実さんと出会い、困っちゃうなで歌手デビューを果たしたのです。その後困っちゃうなの後はヒット曲に恵まれず人気は低迷しましたが、そんな山本リンダさんは1971年に事務所を移籍すると仮面ライダーにヒロインとして出演し、すると仮面ライダーが大ヒットしたことで山本リンダさんの知名度は子供たちのみならずお茶の間全体で上昇したのです。1972年にはそんな山本リンダさんは仮面ライダーへの出演を皮切りに当時の売れっ子作詞家作曲家であった阿久悠さん戸倉俊一さんのコンビによる「どうにも止まらない」を発表し、セクシーな大人の歌手にイメチェンしたこの曲は大ヒット。当時前例のなかったへそを出して歌う大胆な衣装、情熱的な激しいダンスなどで人気を獲得し、5年ぶりに NHK 紅白歌合戦にも出場しています。1973年には狙い撃ちもヒットしていますね。さらにゴールデンアロー賞などを受賞し紅白歌合戦へも出場したのです。そんな山本リンダさんはその翌年も紅白歌合戦に出場し3年連続出場を果たすと、以降も狂わせたいのいや人人させて燃え尽きそうなど多くのヒット曲を連発していました。しかし1970年代後半からは再び人気が低迷し、山本リンダさんの最愛の母親が自宅浴室で事故死したり所属事務所から解雇されるなど不遇の時代を送っています。それでも1990年代になるとアニメ「ちびまる子ちゃん」の番組内で主人公まる子が山本リンダさんのモノマネをしたことなどからリバイバルブームに乗り再ブレイクしていました。そんな山本リンダさんは2001年5月3日に結婚を発表しました。結婚当時50歳とかなりの晩婚でした。長年にわたって芸能界で活躍する山本リンダさんですが、意外にもこれが初めての結婚。これまでも多くの男性から言い寄られることがあったはずですが、結婚を決意できるような男性とは巡り合えなかったのでしょうね。気になるお相手は7歳年上の稲葉光彦さん。慶応義塾大学を卒業後同大学の大学院に進み法学の博士号を取得。その後は福祉や社会保障政治学を主に研究されているようです。山本リンダさんと結婚した当時は常陽大学の教授ですが、2023年時点では同大学の副学長となっています。大学の副学長を任されるということは優秀な研究者なのは確実、それに加えて人柄も素晴らしい方なのでしょうね。そうでなければ教育機関である大学の副学長に指名されることはないはず。長らく独身だった山本リンダさんが結婚相手に選んだのも納得です。なお稲葉光彦さんが初婚かどうかは不明でした。ただ山本リンダさんが一通りの家事ができる料理が上手と語っています。そのため一人暮らしが長かったことは間違いないでしょう。ですがこれだけではずっと独身だったとは言い切れません。ずっと前に離婚してその後一人暮らしだった可能性もありますからね。芸能人の山本リンダさんと大学教授の稲葉光彦さん、出会いのきっかけは共通の知人の紹介でした。きっと初対面の時から互いに好印象だったのでしょう。その後一緒に食事をする機会が増えたそうです。そしてお互いに共通点が多かったことから距離が縮まり交際に発展、そのまま愛を育み結婚することとなりました。共通の知人は2人がお似合いと思い紹介したことは間違いないでしょう。ですが結婚したことには驚きがあったかもしれませんね。前述の通り山本リンダさんの結婚当時の年齢は50歳、そして夫となった稲葉光彦さんの年齢は57歳。2人とも決して若いとは言えない年齢です。
そのため二人の間には子供はいません。世の中には子供を望むか否かが離婚の原因になることも少なくありません。ですが二人の場合は互いに高齢だったことから、当初から子供は望んでいなかったことでしょう。ずっと二人で一緒にいられたらいい、そう思って結婚したのだと思います。また山本リンダさんといえば、創価学会との関わりがあるとも言われています。創価学会は本部のもと、各地域組織のほか、性別、年代別にまとまった壮年部、青年部、婦人部などがあり、その上でさらに職業でくくられる組織もあります。その一つ、文化本部の芸術部には俳優や歌手ら有名タレント会員が多く所属しているようです。メンバーとしてよく知られるのは、芸術部女性部長を務める歌手の山本リンダさん、女優の岸本佳代子さん、お笑いタレントの久本雅美です。他にミュージシャンで TM ネットワークのメンバーの杵直人さんや柴田理恵さんが所属していると言われています。彼らが一堂に会する芸術部総会は稀に本部幹部会と合わせて開かれることがあり、2009年1月9日付、政教新聞には先に挙げたメンバーを含む芸術部員が整列し、本部幹部会で合唱している場面が紹介されたこともあるようです。彼らはまた政教新聞や青年部の機関紙創価新報にインタビューや対談記事で登場することがあり、ミュージシャン高橋ジョージさんは2014年3月19日付、創価新報で一般会員との対談に臨み、俺にとってその歌を伝える生命力の源泉は信仰であり学会活動と述べていました。また芸術部の結成記念日にあたる3月8日付、政教新聞社説2014年では芸術部について、浮き沈みの激しい世界でたくましく生き抜くメンバーが自身の信仰体験を語り、学会理解の輪を大きく広げていると彼らが学会内部で果たす役割について触れていました。そして宗教学者の島田博美氏は、かつては芸能人信者を教え税拡大のための広告塔と見る向きがあったが、現在ではあまりそうした効果はない。創価学会に限らず、新宗教はどこでも信者数が伸び悩んでいる。そうした中で学会のタレント信者はむしろ身内の学会員を激励する役割を果たしている。例えば学会のプロスポーツ選手が活躍すれば、政教新聞などで大きく取り上げられる。仲間の活躍は学会員にとって誇らしいこと、一般の学会員を勇む気づけるだろう、組織全体が内向きになっていると見た方がいいと、タレント学会員を内向きの存在と見ているようでした。最後に山本リンダさんの現在の様子ですが、現在も芸能活動を続けているようです。2022年1月にはシングル「明日への翼」を発売していますし、精力的に活動しています。70歳を超えて歌手として現役ってすごいことだと思いますよ。顔は整形してるのかもしれませんが、スタイルは若い頃とそれほど変わりないですし、努力して鍛えているんだと思います。そして歌手活動の他にもライブなども行っていますし、 YouTube チャンネルも開設していました。他にも雑誌の取材などもしていますね。そしてシャンソン歌手としての活動もしているようですよ。若い頃からシャンソンをやりたかったらしいですが、イメージと違い悩んでいたということでした。しかし現在は年齢を重ねてシャンソンが似合うようになり、楽しんで堂々と歌うことができているということ。私生活では50歳で結婚し、現在も離婚してなくて、おしどり夫婦のようですね。子供はいないですが、だからこそ夫婦の仲が良いのかもしれません。芸能活動もプライベートも充実しているのが現在の山本リンダさんの現状でしょう。いかがだったでしょうか。今回は山本リンダさんの顔面崩壊や結婚、子供、壮絶な生い立ち、現在の様子、創価学会との関わりなどについて紹介していきました。まだ元気ですし、今後も数ある大ヒット曲をテレビで披露してほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた。